まずですねまあ最難関に限らず、まあ、全国のですね、まあ、大学に関して、まあ、入試改革が行われるわけなんですけれどもその中で注意しなければいけないのは学力の3要素ということです。 で今までの当然、まあ、知識や技能こういったものに加えさらにですね今まで以上に思考力や判断力ですねもしくは表現力というものこれをしっかりと測るということが重要視されます。 でもう一つ主体性を持っててな人々と共同して学ぶ態度これはまあ試験の中で測っていくというのはなかなか難しい部分がありますけれども、まあ、大学によって学部によってはまあ小論文であったりとか、まあ、そういったものでまあ推し量っていく可能性が十分に考えられるということになります。はい、で最難関の大学まあ国公立の大学に関して考えなければいけないのは、えー、まず、えー、この共通テスト。 まあ当然そのものが難しくなる要は今までの従来のセンター試験よりも問題は難しくなる聞き方が変わるそういったところでの難しさっていうのは当然出てきます。でもやっぱりまあ最難関の大学っていうのは2次試験でいかに点数が取れるのかこういったところがまあ測られる先ほどでいう思考力とか判断力とか表現力ですよねこういったものっていうものが重要視される傾向っていうのがあります。で 今まで大学の入試制度っていうのが今まで何回も変わってきているんですけれどもそういった大きな変革があるたびにそれを体現するまあ一番最初は最難関のがががそれを担っていいいいるととうう傾向が非常に強いという部分がありますですので今回の入試改革で求められている 論理的思考力であったりとか表現力。これはもともと最難関の大学がま入試の問題の中でまあ、今までも。まあ要は確認してきたことなんですけれどもま。あ 今までと共通テストの中身も先ほど言ったように聞き方が変わったりとか、えー、使う資料が変わったり問題自体が変わったりとか問題の聞き方自体も変わってきたりとかいう部分があるので当然2次試験の中でもそういったものを組み込まなければいけないんですよね。でそうなってくると どちらかというと二次試験の配点がもともと二次試験でたくさんのことを聞くということをやってきた最難関の国公立大学が問題の中で量的であったりとか傾向こういったものを変えることを真っ先にやるんではないかというふうに考えることもできます。ですのでもともと入試の基準において二次試験勝負である大学が要は今までと傾向を変えて聞いてくるっていうことが推察されるんですね。 ですので、まあ、共通テストで点を取ることはある程度、まあ、ありきで考えていくにしてもやっぱこういったところで差をつけるという入試をそもそもやっているので十分に対策をしてさらに傾向が変わるということを想定してでも対策ができる量的なものの対策ですよね、えー、経験の対策こういったものっていうものが今まで以上に必要になってくるというふうに、まあ、想定されるんですね。 こういったことを踏まえ共通テストをできるだけ早いタイミングで完成させそして二次式の対策にできるだけ早いタイミングから量的に対応できるこういったところっていうのが必要となってくるのがこれからの最難関の国公立入試ではないかというふうに考えています。